皆さんこんにちは。初心者シニアゆっくりゆっくりシリーズです。今回はスマホの LINE に届いた写真や PDF ファイルなど、会員登録不要、アプリのダウンロード不要の LINE 公式アカウントネットプリント LINE を使用してセブンイレブンで簡単印刷できる方法をご紹介いたします。LINE に届いた時点からプリントアウトまでを丁寧にご紹介してまいります。ご存知のところは早送りや概要欄の目次で飛ばしてくださいね。それでは最後までご視聴よろしくお願いいたします。セブンイレブンのネットプリント印刷に会員登録不要のお手軽な簡単ネットプリントとネットプリントラインがあります。ネットプリントラインはプリントできるファイル形式が PDF と写真に限定されますが、 Word や Excel の文書や資料は印刷しないという場合は、アプリダウンロード不要のネットプリントラインはお手軽にお使いいただけると思います。それでは早速使用方法をご紹介します。このように LINE に写真やイラスト、ファイルが届きましたら、まずスマホ本体に保存をします。写真をタップします。向かって右下の下矢印をタップします。そうしますと保存しましたとメッセージが出ましたら OK です。 PDF ファイルはタップして展開しましたら、画面の上のここをタップします。次にファイルに保存をタップします。そうしますとスマホ本体のファイルに保存されます。まず使用開始にあたって公式アカウントを友達追加します。画面左下のホームをタップしてホーム画面を表示します。検索窓にネットプリントと入力します。そうしますとネットプリントの公式アカウントが表示されますので友達追加します。次にトークをタップします。トーク画面の下の方に利用規約メニューとありますので、利用規約メニューをタップします。画面下の方に規約を読んで同意するとありますので、ここをタップします。そうしますとメッセージが届きます。利用規約はこちらと記載があり、利用規約を読むをタップします。そうしますと簡単ネットプリント公式アカウント利用規約が表示されます。内容を確認しましたら、画面右上の閉じるボタンをタップしてトーク画面に戻ります。利用規約に同意するをタップします。これで LINE からネットプリントをご利用いただけます。この一連の流れは使い始めの1回のみです。画面下の方にありますメニューをタップします。そうしますと、このようなメニュー画面が表示されますので、印刷用紙の種類を選択します。今回はフォト用紙をタップして選択したいと思います。フォト用紙 L サイズに印刷するとメッセージが届きます。フォト用紙 L サイズへのプリント登録が表示されます。こちらの写真を選ぶをタップします。そうしますと、スマホ本体に保存している写真の一覧、カメラロールが開きますので、印刷したい写真をタップして選択します。画面向かって右下の5をタップして送信します。フォト用紙 L サイズへのプリント受付を開始しました。予約番号は登録履歴で確認してくださいという LINE が届きます。登録履歴を表示するをタップします。そうしますと登録履歴が表示されます。予約番号が表示されます。この予約番号をセブンイレブンのマルチコピー機に入力しますのでチェックします。私は念のためスクリーンショットで番号を控えています。セブンイレブン店舗に
設置されているマルチコピー機での操作手順をご紹介いたします。まずトップ画面でプリントをタップします。次に左上のオレンジのネットプリントをタップします。注意事項が表示されますので内容を確認して確認をタップします。次に画面の案内に従って8桁のプリント予約番号をタッチパネルで入力します。入力後右下の確認をタップします。ダウンロードが終了しますとファイル内容のプレビューが表示されます。画像の内容とプリント料金をご確認していただいて OK でしたらこれで決定をタップします。プリントスタート画面が表示されましたら硬貨を投入するもしくは7個カードをセットしてプリントスタートをタップします。しばらくしますとプリントされます。フォト用紙でプリントした場合はコピー機からではなくタッチパネルの下の方に取り出し口があります。現金・硬貨でのお支払いもしくは7個のお支払いいずれのお支払いの場合でも領収書のプリントができます。1枚からでもプリンターがなくてもアプリのダウンロード不要でセブンイレブンで簡単印刷をご紹介しました。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録励みになりますのでいいねボタンぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。